暇つぶしだ。革命軍幹部エンポリオ・イワンコフもまた麦わら白ひげ連合を黒ひげ連合の対抗勢力に仕立てるべく合流を申し入れる。イワンコフの話によれば、黒ひげ連合はすでに海軍をもしのぐ大勢力を築きつつあるという。イワンコフは、世界が闇と霧の支配から逃れるためには、対抗勢力である麦わら白ひげ連合の戦力をさらに強化する必要があると主張した。一方、新たに加わったクロコダイルよりロビンとウソップがスリラーバークにいるらしいとの情報を得たルフィは、二人の奪還を最優先にしたいと主張。白ひげはこれを受け入れたのだった。仲間が心配なのはわかるけど、今は戦力の増強を最優先させるべっきゃぶるよ。まずは有力な海賊団を傘下に入れて。そんなことはわかってるよ。だが鼻垂れ海賊を100人味方にするより麦わら小僧の仲間の方が期待はできるだろうぜ。なん、好きにおしべで。このスリラーバークって場所に小僧の仲間がいるってわけだな。ここは今じゃ黒ひげ連合の移動要塞みてえな役割をしてるらしい。ニコロビンと鼻の長え男がいるはずだ。ま、俺にはどうでもいいことだがな。バナータが言い出したんだから、ちゃんと協力をし。ほら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 、あたしも手伝ってやるよ。ここはあたしの庭みてえなもんだからな。すまねえな。じゃあ、とっとと片付けちまおうじゃねえか。バタ足も行くわよ。キーハー。この城にこもってやがるウソップって小僧とロビンとかいう小娘を取り戻すぞ。まずは完全に陣取るゾンビどもを片付けちまえ。ほっさー、そうしやがったか。お前ら援軍が来るまで持ちこたえろよ。さあ任せとけ。俺様がいる限りこの城が落ちることは絶対に。色攻めには足がかりが必要だろう。屍場の縄張りを抑えちまう。ゾンビなんて、また私たちの敵がなすべで。射程範囲だ。
本気を見せてやるぜ。をしてるじゃねえか。そいつと一緒にスイッチとやらを探してみろ。
が多くてすげえ。おい、ボケっとしてねえで私を助けろ。おお、今なら進めそうだ。行くぞ。さあ、どうする。この地は俺が預かる。黙って私についてこ。ここは私の庭みたいなもんだ。このスイッチを押す。受けてみろ。受けてみろ。おお、もう手柄じゃねえか。これで中に攻め込めるぜ。俺が押されてるだと、バカな。この役立たずどもが、結局俺が出なきゃならねえのかよ。まあいずれピーチの援軍が来る。それまで耐えりゃ負けはしねえだろ。よし。
す。領内の要所を制圧して味方を引き入れろ。モリアの部屋を守るゾンビどもも潰しとけ。さあどうする。ここはもらい受ける。見切った。敵の縄張りは制圧したわよ。おお、ご苦労だったな。
りゃ花々しく散ってやるまでだ。これが男ってもんでも違うか。俺が押されてるだと。バカな。博士、どうしたんですね。この小僧は休ませとけ。事情は後で教えてやんな。罠を叩き込まれてるのはてめえか。受けてみろ。さあどうする。ここは貴族しかなせるね。おいおい、お前らの敵はディーツだろ。俺を倒しても何も解決しねえぞ。もう一つ目メイドじゃねえぞ。ダメージでアップ。ユニフォローダメージでアップ。ゴーストラップ。手をかけ任せてくれ。ゴーストスイッチ受けてみろ。ここまでにしてやる。ゴーストラップ。手をかけ任せてくれ。ゴースト娘ブリックバット。受けてみろ。運がいいな。ぼちぼち閉店の時間だ。俺は耐えらせてもらうぜ。射程範囲だ。受けてみろ。休んでな。事情は後で仲間から聞くことだ。
興味深いな。自由な危険に強さなどない。ひどいことしたわ。俺はもう何が何だかさっぱり。いいよ、悪いのは黒ひげのやつだからな。でも二人だけでも戻ってくれて本当よかった。すまねえ、こっからの活躍に期待しててくれ。そういやモリアも逃げちまったな。あいつ何企んでるんだ。詳しいことはわからないけど、モリアと黒ひげはお互いの力を利用しようとしているんじゃないかしら。そうか、次に会ったらぶっ飛ばしてやる。でもまずはゾロとサンジだな。あいつらの強さは主力級だからな。きっと黒ひげと一緒にいると思うぜ。でも黒ひげの居場所もわからねえんだ。いるとすればエニエスロビーだな。最近はそこを拠点に勢力を伸ばしてるんだ。本当か。よし、今度こそゾロとサンジを連れ戻すぞ。イワちゃんは戦力の増強が大事って言うけどよ、俺たちの最大戦力は一味が全員揃うことだ。ゾロとサンジを連れ戻して俺たちの最大戦力で黒ひげと戦うんだ。